おはようございます。本日のおすすめです。台風明けなんで魚は大体取り切ってしまって少ない漁獲量になってます。今日は浜笛付き、はい、1キロ 1.4 ですね。今シーズンです。この前から何度も言ってるように。そして、今日はですね、珍しくイサキのコンマ5、これももう時期ですね、シーズンですが、うちの漁場で珍しいです。普通何トンも他の漁場で取れるんですけど、うちの漁場はどちらかといったら河川の近くにありますんで、非常にイサキは少ないです。状態がいいイサキなんで、ぜひ食べてみてください。それに古代ですね。でこれは黒鯛の方ですね。 1.3 黒鯛、はい、大物はこんなもんです。今日はで、世帯ですね。ちょっと水の濁りが来ましたんで、世帯が状態がいい世帯が取れてます。はい、肩もまずまずですね。はい、で同じく中物、味はもう本日は少量となっております。今一番の相場でもだいたい1000円超えをしてます。だいたいこのお盆前後はですね、アジのシーズンにもなりますんで、すごい高騰してきます。はい、だいたい 100g 前後っていう大きさですね。100から200の間、はい、ピッカピカのマジです。はい、そして小物、はい、ピッカピカのマジです。はい、そして小物は一旦消えたんですが、またこのキラサバ、マサバですね。マサバの子供が少々、カタクチイワシの子供が、カタクチイワシの大きいやつですね。はい、これも少々、まあママ狩りとかにすると相当美味しいです。はい。で、シイの小アジ取れやんでたんですけど、ようやくまた今日の台風後の濁りで若干取れました。はい。今日も若干暑くなりそうなんで、唐揚げ等で最高だと思います。はい、そしてキンブクですね。キンブクと世帯のちっちゃいやつ、僕的にはですね、これは鬼試験するか、これをぶつ切りにしてですね、南蛮漬け等とかでも美味しいです。はい、小さくてもしっかりしてますんで、ぜひ今日もお試しください。はい、そして今日はちょっと珍しいところでいくと青ヤガラですね。はい、このまま以前もこう話したと思うんですけど、縦にずっと包丁を入れていただいて、ここの横骨は入ってませんので、お刺身でもいけますし、ぶつ切りにしてですね、お吸い物でも最高です。で肝立ちもちょっとだけありますね。はい、肝立ちも少々。今年はですね、タチウオは本当に大不良の予感です。8月って言ったら、こういうこのクラスのヒモダチは、僕らは1日やっぱりこう100キロ、200キロ、そういう量をするんですけど、今年は本当にヒモダチは不良ですね。はい、お刺身等とかで食べてみてください。はい、本日もご注文のほどよろしくお願いします。以上です。